はい、こんにちは、エレキュンです。ということでして、明日からこのロザンナガチャが追加されるんですが、皆さんもうガチャ引くか引かないか決めましたかね？強いか弱いかわからないからまだ迷ってる。はい、正解。もちろん見た目が好きだから中身の性能は関係ないよって方はどんどんねガチャ引いていいとは思うんですが、やっぱり中身が弱かったら引くことはできませんよと、そういう方もいらっしゃると思うんですよね。ですので本日はこのロザンナちゃんを入江くんが丸裸にしちゃいます。イエー。はい、それではまず基本情報から見ていきましょう。ロザンナはテトラで火力型で、マシンガンで、バーストスキルは1、そして高度は電撃ということです。はい、ここで気になった点は火力型なのにバーストスキルが1という点ですね。火力型は基本的にバーストスキル3が多いんですが、このロザンナはバーストスキル1なんですよね。同じタイプの火力型の1は他に、ボリュームとかミルクですかね。はい、ということで少し珍しい特殊なタイプとなっております。はい、それでは大事なスキルの方見ていきます。行く。わかりました。ではスキル1からいっちゃいましょう。はい、スキル1はパッシブですね。通常攻撃が120回命中した時、自分に隠れ身、単一攻撃対象から除外、直接攻撃を受けると解除、10秒間維持、クリティカル確率 19.34% アップ、3秒間維持。はい、まずこちらなんですが、自分にだけ効果あるのはもうダメ。もうこれダメなの？ダメだよ。だってさ、同じバースト1のドロシーさんとかリターさんね、味方全体にいろんな効果をもたらしてくれるんだよね。自分にだけならとんでもないレベルじゃないと生き残れません。クリ確率何秒間アップするの？30秒間？3秒間だよね。3秒間？ 19.34% アップ。それしたからって何か変わる？変わりません。そんなの、そりゃちょっとはダメージ増えるよ。けど他のキャラ入れた方がよっぽど効果あります。はい、こんなの弱い。はい、次なんですが、通常攻撃が10回命中した時、攻撃力が最も高い2機にバフ効果解除5個、戦闘中1回発動。5個って何なのね。これなんかすっごい敵来るんじゃないの？どーもくんのあの臭い息みたいな。どーもくんわかんない？ファイナルファンタジー11オンラインやってない？そんな古いの知らない？じゃあファイナルファンタジーシリーズのモルボルならわかるでしょ。モルボルの臭い息ってあのステータス以上があの10個ぐらい入ってんの。ああいう敵来るんじゃないの？現状この5個解除がないときついとかね、そんな戦闘ないない、ありません。ですのでこんなのいりませんよ。でもやめてよ、運営さん。どーもくん追加、モルボル追加やめてよ。それだけやめてください。怒るよ。そりゃだってこれがないともう身動きが取れませんとか、ダメだよそんなの。インチキでしょそんなの。はい、ということで現状はこのバフ効果解除5個は、全然いりません。ということでスキル1は、弱いです。普通より弱い。いりませんこんなスキル。はい、では次にスキル2の方を見ていきましょう。スキル2から巻き返しとかいっぱいいますからね、そういうニケは。はい、戦闘開始時、自分に隠れ身、単一攻撃対象から除外、直接攻撃を受けると解除、5秒間維持。ニケの誰かが戦闘不能時、自分に狂気、攻撃力 22.61% アップ、10スタック30秒間維持、バーストゲージのチャージ 36.54%。 はい、ニケの誰かが戦闘不能になったらとてつもなく強くなるということなんですが、まあ普通に考えてアリーナで使えるということですよね。これニケの誰かが戦闘不能というのは、アリーナで敵側のニケが戦闘不能でもこれアップになりますよね。ゆえさん、これは大丈夫ですよね、この書き方。間違いないですよね。はい、間違いないと思います。これ間違いあったらイレコン怒りますよ、これ。ね。ですので、これね、アリーナで使ってください、使いたい方は。アリーナではこれかなり強いと思います。かなりなの？かなりですよ、こんなの。ね。
全員死んで自分だけ生き残る試合がもう続出します。間違いない間違いない。だってめちゃめちゃこれ倍率高いですよ。ですのでアリーナで使いたい方は使ってください。はい。で通常戦闘ではくっそ弱いです。これ使い物になりません。以上。はい。最後にバーストスキルなんですが、ここまでの評価はアリーナではね結構強いかもしれないんですが、通常戦闘だとくっそ弱いです。くっそなの？そらくっそだよ。こんなの見た？スキル1スキル2、こんなの今までの2ケと比べると全然レベルにならないぐらいの弱さです。そこまで言い切っていいの？いいよ。でも最後に大逆転とか全然ありえます。はい。バーストスキル見ていきましょう。火力型の敵2機に攻撃力 1310.4% のダメージ、自分が隠れ身の状態なら同じ敵に攻撃力 561.6% の追加ダメージ。火力型の敵2機？え？アリーナ？え、これどういうこと？アリーナ専用キャラではないですよね。で、まあ、アリーナで使ったら敵の火力型の敵2機、例えばグレンさんとかね、を狙ってやっつけるということですかね。で、倍率も 1310+560 で 1870、 もう1900、2000ぐらい、かなりとんでもない強いダメージを与える。で、これ大事なことなんですが、このロザンナはバースト1だからかなり早めにダメージが出るの。多分相手のね、とてつもなく、例えば相手がグレン入れてました、グレンのとてつもない全体攻撃より先にロザンナのバーストスキルでビコーンってやっつけることができるかもしれないね、かもしれない。だってマキマとかいたらダメだよね。挑発やられて、マキマって防御型だから、このロザンナの火力型の敵2機のバーストは与えられません。ですのでマキマに先に挑発撃たれたらダメ、けどマキマの挑発より先にこのロザンナの火力型の、ね、敵2機に大ダメージができたら勝てるというシステム。はい。どっち勝つ？え、そうだよね。マキマは防御型で、これ火力型。はい。これはね、ちょっと使ってみないとね、どっちが早いかわからないんですが、まあパーティー編成にもよりますよね。イレクマキマ持ってないので、ちょっと今の違うよっていう方コメントでお願いしますね。それちょっと固定コメントにしますので、もし今言ったことが違ったらそう書いてください。お願いいたします。はい。ということでまとめますと、ロザンナは通常の戦闘ではいりません。いらないの？いらない。そこまで言い切っていいの？いいよ。使ってもないのに。わかるね、何年2期やってると思ってるの。これ読んだだけで通常ステージでは使い物にならないのはもう確定してます。 98.64% 確定してます。ですので通常のボス戦とかで使おうかなと思ってる方は、このロザンナはあまりおすすめしません。しかしアリーナでは人権クラスになる可能性は十分ありえます。その理由は、ニケが死んだらどんどん強くなる、敵が死んでも強くなるし、味方ももう死んでほしいの、ロザンナはね、仲間の味方も死んでくださいと、お願いしますと、私は強くなりますからね、そういう狂気じみたキャラが欲しい方はこのロザンナ引いていいんじゃない。あとバーストスキルでとてつもない大ダメージを先制攻撃として与えることができます。ですので相手より先にバーストスキルを打つことができれば、かなり勝率が上がると思います。アリーナガジってるあなた、あなたです、あなた、ぜひねロザンナちゃんを引いてあげてください。そしていつも通り、中身がねどうとかこうとか関係ないじゃないかとね、何言ってんだと、私は見た目で引くんでしょうと、そういう方はね全然引いていいと思います。そういう引き方がね一番正しいと思ってます。ガチャ引かれる方は頑張ってください。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。
もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それでは次回の動画か生配信でお会いいたしましょう。